はいどうも皆さんこんにちは。今回は明治時代についてお話ししていきます。明治時代の日本にとってまず何よりも大切だったことは国としての独立を維持強化することでした。というのもこの頃の世界に目を向けてみると欧米列強がアジアへ進出してきており、多くの国が植民地にされていたからです。このままだと日本も植民地にされる、欧米列強と肩を並べ対抗できる豊かで強い国にならなければならない、そのようなことを日本は考えたのでした。ということで明治時代を理解するためにまずは明治時代の全体像から確認していきましょう。明治時代は前半と後半に分けると覚えやすいです。前半は国内政策、後半は国外政策が重要になってきます。明治時代前期には国内政策を行って豊かで強い国を目指し、後期には外へ出て欧米列強と肩を並べようとしたわけですね。さらに前半は明治維新と自由民権運動、後半は日清戦争と日露戦争に分けて考えることができます。つまり明治時代は4つに分けて考えると覚えやすいということです。それではこれらの4つを順番に見ていきましょう。明治時代は幕末の歴史が深く関わってきます。大政奉還によって政権を朝廷に返した江戸幕府に代わり、明治政府が発足、薩長と比の人々が中心となり、明治政府はスタートを切ります。薩長と比というのはそれぞれ薩摩、長州、土佐、肥前のことを指します。これらの藩の出身者が明治時代初期の日本を動かしていくのです。この頃に行われた政治や経済など様々な分野での改革をまとめて明治維新というのです。そんな明治政府が目指したのは先ほども言った通り豊かで強い国でした。日本をそんな国にするために政府の人々は海外の国をお手本とし、欧米の文化を学ぼうとします。そのような目的で海外に派遣されたのが岩倉使節団です。ということで岩倉使節団が海外に行っている間、日本国内で政府の留守番をした人々がいました。この人たちのことを留守政府と呼びます。しかし岩倉使節団が帰国したら彼らの間には認識の違いが生じており、意見が対立してしまいます。こうして政府は2つに分裂し、政権争いが起きていくのです。この争いに勝利したのが主に国外を見て回った木戸孝允や大久保利通で、敗北した留守政府の西郷隆盛、板垣退助、江藤新平たちは政府を去りました。このようにして政府を去った人々は主に2つの方法で政府に反抗するようになっていきます。1つ目の方法が武力による反抗で、江藤新平と西郷隆盛はこのグループ、2つ目の方法が言論による反抗で、板垣退助がこのグループに属しています。彼らの活動が士族の反乱や西南戦争、そして自由民権運動へとつながっていくのです。順番に見ていきましょう。この頃社会問題となっていたのが不平士族の増加でした。江戸時代が終わったことにより、今まで武士だった人たちが職を失い不満を募らせていたのです。彼らのことを不平士族と言い、この不平士族と江藤新平や西郷隆盛が結びつきます。こうして江藤新平は佐賀の乱、西郷隆盛は西南戦争のリーダーに祭り上げられて、武力によって政府に抵抗していきました。しかし軍政改革を行っていた明治政府に鎮圧され、江藤と西郷は敗北、武力によって政府に対抗する道は閉ざされてしまったのです。こうして注目され始めるのが板垣退助のような言論で政府に対抗する人々です。彼らは今の政治は良くない、国民を政治に参加させろと主張していきます。これが自由民権運動です。これに対して政府は、今の日本は大事な時期だ、こんな時に国民に政治を任せられないと言って民権派を弾圧。しかし結局は世間を味方にした民権派の勢いに押され、政府は国会開設を約束します。こうして日本でも国会が開かれるようになるのです。こうして開かれた国会ですが、思うようにはいきませんでした。当時の政府は薩摩や長州による反発政府なので、政府は国会は開くが民権派の意見は聞かないと宣言したのです。そんなことを言ったので政府と民党は対立し、この頃の議会は混乱しまくります。これが初期議会です。そんな混乱がどのようにして収まったかというと、日清戦争が始まったことにより収まりました。国内で争っている場合じゃない、満場一致で軍事費用に賛成だというわけです。その日清戦争には朝鮮半島の情勢が深く関わっています。当時の東アジアには清と朝鮮と日本があり、朝鮮は清の属国でした。しかし清はアヘン戦争以降ヨーロッパに負け続けており、朝鮮内部ではこのまま清についていって大丈夫だろうか、
日本についていくべきではないかと考える勢力が生まれていました。こうして朝鮮は新進派と親日派に分裂したのです。この両者の戦いに日本と清が介入して一触即発の事態となりますが、条約を結んでひとまず和解。しかしその後朝鮮国内で起こった反乱を鎮圧するため清と日本が再び朝鮮に兵を出します。この反乱は早い段階で鎮圧されたのですが、問題だったのは日本軍と清軍がどちらも兵を引き上げなかったことです。これが原因で両者による戦いが始まります。こうして始まったのが日清戦争です。結論を言うと、この戦争は日本の圧勝、あの大きな中国に小さな日本が勝利した、この衝撃的な出来事に世界中の人々が驚きます。戦争に勝利した日本は講和会談を下関で開催。こうして日本と清の間で結ばれたのが下関条約です。しかしここで横槍が入ります。ロシアの介入です。ロシアとしては日本が清に勝つというのは好ましくない状況でした。なぜかというと、ロシアは凍らない港が欲しいと思っており、暖かい南の方に勢力を広げていく政策を取っていたからです。つまり中国東北部や朝鮮のあたりはロシアにとっても欲しい地域だったので、そのあたりを日本に取られたくなかったのでした。ということでロシアはフランスとドイツを誘って下関条約で手に入れた遼東半島を中国に戻せと日本に勧告。日清戦争が終わったばかりの日本には戦う力は残っていません。結局三国干渉に従って遼東半島を中国に返すしかありませんでした。しかしその後のロシアはどうしたかというと、露骨に中国東北部や朝鮮に介入して影響力を強めていきます。となると日本も黙ってはいられません。ロシアが返せと言ったから返したのに、ロシアが奪おうとするとは何事か。朝鮮半島をロシアに取られると日本の本土も危うくなる。このままだと朝鮮半島の権益を失うかもしれないと考えます。こうして同じくロシアを警戒していたイギリスと同盟を結んだのです。これが日英同盟です。日本はこの日英同盟を背景にしてロシアと開戦、日露戦争の始まりです。大きな戦いは3つです。遼東半島で起きた旅順攻防戦、陸で戦った宝典海戦、海で戦った日本海海戦です。特に日本海海戦ではロシアのバルチック艦隊に東郷平八郎率いる連合艦隊が圧勝し、再び世界を驚かせました。こうして日本は戦局が有利な段階でアメリカに和平の仲介を頼みます。ということでアメリカを仲介役としてポーツマスで講和会議が開かれたのです。ここで結ばれたのがポーツマス条約です。こうして日本は日清戦争、日露戦争に勝利したことで、長らく続いていた清・ロシアとの対立に決着をつけます。日本は十分に力をつけたということを世界にアピールできたのです。ついに世界の強国の仲間入りを果たした日本は、外国に日本の韓国支配を認めてもらい、勢力圏を大陸にまで伸ばします。こうして行われたのが韓国併合です。日本は韓国の外交権と内政権を奪い、朝鮮の近代化を推し進めました。このようにして日本は明治維新後ほぼ半世紀で欧米列強と肩を並べる強国へと成長したのです。